移転中文系統のイサカードイ E 店はスマートフォンなどの携帯機器を専門とする台湾の電子機器製造企業である。本社は台北市内国にある。1985年に台北で設立された。当初は MSDOS ープラットフォームで中国語の入力、表示などが可能な移転中文系統で知られていた。ハードウェアとソフトウェアの両方の製品を投入し、 中国語の表示環境が構築できるようになっていた。市場に投入した商品には DTP アプリケーション、レーザープリンター、マイクロソフトウィンドウズベースの入力システムなども含まれていた。1997年 E10 は台湾の金融界で人気となったリアルタイム株式取引ファイナンシャルページャーの導入により携帯機器に転換した。その後、 マイクロソフトウィンドウズモバイルとダブ受信機をベースに、下高度な通信機の製造に注力した。E10 グラフィッシュ X650-2006 年、E10 は、新しいスマートフォンシリーズグラフィッシュ X500M700 を発表した。どちらのモデルも GSM、Bluetooth、Wi-Fi、GPS を搭載している。2007年第3四半期に、 3G に対応する最初のグラフィッシュモデルである X800 をリリースし、続いてスライディングキーボード付きの M800 をリリースした E10 グラフィッシュデラックス 900E10 は HSDPA と H に対応する最初のデュアルシムウィンドウズモバイル端末であるグラフィッシュデラックス900で2008年のコンプヤテックス賞のベストチョイスを受賞した。 デラックス 900YE10 のブースで3つのポケット PC 電話と共に展示された。E10 製品にとって最も成功した市場はロシアだった。同社は2008年第1市販期に20.52%のシェアを獲得しており、Windows モバイルベースのデバイスのトップシェアが HTC ではなかった数少ない市場の一つになっている。2008年3月、 エーサーは E10 を2億900万ドルで買収すると発表した。エーサーの会長 JT1 は E10 の買収に、買収後 E10 ブランドは廃止され、以降のすべての製品にエーサーの名前が使用された。E10 グラフィッシュ M800。ありがとうございます。